マカベオサ艦隊天文8年2月6日は、戦国時代初期の武将、日立国の国人領主、マカベ軍マカベ上場主、マカベ美紀の子、子に、新壁上紀がいる。通称は、エモンサ、後に、秋守る。父の久しみきが出家後も、マカベ氏の実権を握っていたこともあり、当主としての本格的活動は、栄翔四年の章、強し没後になる。 黒田元樹は、小田政治の姉が、ちみきの室であったとするが、中根正人は婚姻の裏付けになる資料はないと、会議的な見方を示す一方で政治の父である、小田重春から返記を受ける関係であったとしている。栄章の乱における、古学防火の内紛に際して、はじめ足利正氏方についていたが、栄章11年頃に、小田政治を誘って、足利高本方に寝返った。 ただし、中根正人は、千みきと正氏の信仰がその後も続いていることを指摘して、高本法への転身は、後継者である、家みきの主導で、真壁氏の家徳交代もそれに伴ったものであった、可能性があるとしている。黒田、小田市の発達と牛久地域、牛久市市原始古代中世第8章、第2節中根、2019年、314中根、2019年、 315から317、ありがとうございます。